タイトルは、クレイジー英語クイズという、ゲームでございます。はい。まあ、クレイジーということなんで、まあ、普通に英語クイズではないということですね。簡単に言うとね。うん、クレイジーなわけなんで、ちょっとね、変な英文とか、おそらくあるんじゃないかなっていうアプリですね。じゃあ、行きまーす。早速行くよ、俺。あ、チュートリアル。あ、これ、わかりやすいですね。ああ、これは英文。これは何ですか？これはペンです。舐めてんな。そして空白の部分をタッチしてくださいと。ああ、3択あるんですね。3択ある感じです。これはペンですの英文として、正しいものを選びましょう。うん。あ、これはもう分かりますね。This is a pen ですね。一番下の This is a pen ですね、これ。はい。あ、よかった。おー、よかった。これで違ってたら本当に、うん。で、なんかいろいろ、問題選択があるっぽいですけど、第一問がこれはたかしですかってやばいですね、これ。いきます。はい。これはたかしですか？いえ、それは、かわいそうだ、たかし！たかし、どんな顔してんの、おい！Is this たかしだから、Yes, たかくくり。あ、え ?No, it's a, cockroach. かな ?1 番。あーい、やっぷんな。はい、そして第2問。これはペンですか？見てわかりません。悪いな、こいつ。こいつ、たかしか。さっきのたかしか、今のは。Is this a pen ですね、これね。はい。あー、よし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 。いや、めちゃくちゃたかし、性格悪いね。俺はさすがにゴキブリと言われるわな。とても美味しいコーラですね。それは醤油です。バカな？バカなの？たかし。ねえ、たかし？ソイソースなので一番下だね。素晴らしい。醤油ガブ飲みはダメですよ。高血圧になるからみんな。今度の同窓会楽しみですね。同窓会あるんですか？かわいそう！ちょっと！きついな！たかし誘われてないんだな。ブッキングじゃないな。クッキングでもない。ルッキングですね。ルッキングフォワードトゥーですね。これですね。あー、よし。いや、これきついなー。はい。あなたの名前は何ですか？なぜ言わなければいけないのですか？たかし。めちゃくちゃ嫌われてないか、たかし。たかし。やばすぎるだろう。なぜ言わなければいけないのですかっていう口調って大体もう嫌ってる人に言ってるよね、これね。真ん中だね。はい、お釣りはいりません。いや、足りないですって何。たかし、思う存分最悪な人間なんだけど。最悪な人間だね。えのがなんか足りるみたいな意味だったかな、確か。えの。え。だから一番上だ。足りない。おーい！風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて。あ、ごめん。あ、すいません。すいません。すいません。ちょっと見とれてしまってました。はい、すいません。みんな昼ごろ、集まる予定でしたが、私の集合時間だけ朝5時でした。たかし、お前、ほんまに嫌われてんな。やばいね。7時間以上待たされる的な、場所取り的な感じ。ほんとにメンタルくるわ。イブニングじゃないの、これ。言うのは嘘。上っすね、これ。うんね。はい、ありがとうございます。圧倒
のようでございましたね。はい、次行きましょうか。やばい、俺バカバレんかな、本当に。やればやるほどちょっとバレねえかな。え、小学生でもないのに子供の写真撮ったの。どういうこと。一生使わんぞこの英文は。何、え、海外では肛門の写真撮るそういう文化があるの。え、写真を撮る、もう肛門関係ないね、もうね。消しゴム落ちたよ、もういらないからあげる。泣きそう。かわいそう、たかし。何、もう、何なの、この子に何かしたの、たかしは。ねえ。ねえ、落ちただけよ。ええー、たかしかわいそう。真ん中だ。やばいな、本当に。俺やばいな。俺マジでやべえわ。俺マジでやべえわ。ちょっと。3番。おいあー、消しゴムで消したい、この記憶。マジで、ほんと皆さんの記憶を消したい。抹消したい。きついなー。英語2がバレる。あそこめっちゃ、あそこにいる全裸の男は私の父なんだ。ちょっとちょっと、紹介すな、そんなお父さん。優先座席付近での。セットのご使用をお控えください。お待たせ、早速行こうか。その前に舌を吐いて。ちょっとおめえ、おい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 、おまわりさん呼んでんじゃん、ほら。あー眠い、何もしないから休んでいきませんか。何もしないから。するから、絶対そういう人って。たかしくんのお父さんは道端に軍手を落とす仕事をしています。どうぞ仕事。確かに落ちてるけど、軍手はよくね。これたかしくんのお父さんの軍手か。あー、そうなんだ。おやつは300円までだぞ先生。タバコはおやつに入りますか。たかしヤンキーじゃん。お母さん、ドア開けるときはノックしてって言ったでしょ。絶対なんかしてたな。たかしやべえな。絶対エロ本だね、これ。絶対エロ本だ。とにかく明るい安村スタイルで隠してますね。私は気が弱いので、チェンジを言うことができなかった。どんだけ性欲強いんだ、こいつ。にしてもブスだな、こいつ。西田敏行の女装みたいな、あ、すいません、はい、HB の鉛筆より 2P の鉛筆の方が美味しかった。おい食うな。日差しが強いからちゃんとパンツかぶっていきなさい。分かってるよお母さん。バカ家族かお前ら。お母さんもバカじゃな。お父さんも仕事を変だし、ヤバすぎるだろこの家庭。高橋圭のお父さんの編集配信。億万長者だった。軍手を落とす仕事で年収1億、やりてえな。マタンポケットってなんだろう、ちょっと想像してみよう。たまたま胸ポケットに何だと思う。あ、ちょっと当ててこようや。ちょっと想像してみよう。今までの展開も考えて、たまたま胸ポケットに何があったかっていう。よし、いきます。ちょっと緊張すな。おい。胸ポケットね。なるほど。胸ポケットは、